で、レッドにはカーキの配色を持ってきます。いいね。はい、コーディネートできるように色は全部合ってるんで、それもこんなシックな色と赤、うん、赤入ってますから、うん、赤ね、皆さんこんにちは、佐藤誠一チャンネルです。こんにちは、久しぶりの私も出演ということで、なんとですね、今日は羊くんも参加の M1 の今日第200周年記念、ちょっと佐藤誠一チャンネル200周年記念、記念バージョンです。よろしくお願いします。という感じでですね、今日は早速始めていきたいと思うんですけども、というわけでですね、ちょっとなかなかですね、私この頃、皆さん、うちのスタッフもですね、慣れてきて、私、社長出なくていいというようなことが多くなって、寂しくなったんですけども、今日は久しぶりの、佐藤誠一チャンネルということで、今日は私も楽しみにしてきました。なんとですね、200周年、ちょうどですね、コロナが始まった時、私たちの商品を皆さんにどうやって伝えようかというところで始まったのが、この佐藤誠一チャンネルなんですけども、本当にたくさんの人に支持していただいて、またね、LINE で、お送りしたときにいろいろ見ていただいて、なんかこう、遠くにいても会話させていただけるという、なんか、そんな気持ちでですね、私たちもいつも、佐藤誠一チャンネル、録画してるんですけども、ついにですね、200周、200回を記念するという、200周年じゃない、200回記念ですね、失礼しました。ということでですね、今日はいつも大体2人なんですけども、店長2人。今日は広島の米田店長、広島に来てもらって、で、横浜総合の山崎店長と3人で今日はお越しいただきます。よろしくお願いします。もうね、やっぱり5月になるとやっぱりお出かけシーズンということで、まあ、お出かけシーズンというか M1 の曲のミックスじゃないと、そうですね、なんですけども、今日はですね、もうジャーのニットだけということなので、今日はちょっと2人のいろんなジャーの着こなしバージョンも今日はご紹介したいと思います。まずですね、ちょメインで今日お越しで2人とも着てるこのワンピース、ちょっと勝負に関してもらって、はい、ワンピースなんですけど、今回このニットとこの生地、ちょっとデニムっぽいタンガロっぽい生地なんですけども、それぞれのドッキングなんですが、なかなかね、ニットのドッキング少ないんですけども、こんな風に大胆に足目に、そしてギャザーを寄せながら、あと大きい分量を膨らませながら作った今回のジャガードミックスワンピースになります。ちょっと一回一周ぐるっと回ってもらって、こんな風に背中のハギ、前のハギ、脇のハギで、前のハギもですね、ちょっと位置をずらしてるんで、かなりこう大胆に切り替えが入ってるという、そういったワンピースになってます。でまず最初ちょっと色のものを紹介したいと思います。はい、色はこちら、はい、はい、ご紹介いたします。はい、こちらのワンピースがダンガリーニット切り替えワンピースです。サイズはフリーサイズ、お色味が、山崎店長はダークブルーです。はい、で社長がお持ちなのは、レッドですね。真ん中はレッドです。で米田店長がグレーを着用しています。お値段が 47,300円です。今回色でね、またちょっと雰囲気が全然変わるんですけども、まあ、やっぱりダンゴといえば豚、ネイビーで、ネイビーには紺の配色、ミッチャガードの配色、そしてもうちょっとデザインも、やっぱりね、こう大体ね、明かりこうレッドのワンピースね、あえてレッドにはカーキの配色を持ってきてます。ちょっとね、このアクセントということで、色はちょっと反対色、そしてグレーに関してはちょっと優しい、ベージュベースのちょっと綺麗な色、ピンクとかオレンジとか、ようなちょっと優しい色合いを持ってきた配色になってます。丈もですね、膝をパッと隠れるだけ、しっかり隠れてる、はい、で丸首も結構ゆったりめで、ドロップショルダーなんで肩の先が見えないぐらいの感じになるんで、着てもいいんで、フリーサイズ、いや見てください、たっぷりなんですよ。ダボっと着きれるけど、目だけ張ります。もうで今日もね、こういったワンピース1枚あると、もちろん夏に行ったら一番そこを着ていただければいいんですけど、いろいろね、コーディネートしていただけると、まずですね、ちょっとお出かけするとですね、
朝夕肌寒かったり、日にちによっては昨日は暑かったけど今日さちょっと寒さあったりというところで、やっぱり同じジャガードのカーディガンでしょ。もうねこんな感じでどうぞ来た感じの軽いです。なんちょっとこうガーゼタッチの、そうなんですよ、本当に軽い、はい、あのなんですよね。で M&兵庫のハーナスのニットっていうのは、あの特にジャガードなんかジャガードって熱くなっちゃうでしょ、うん、ところが熱くならないようにガーゼタッチなんですよ。だからスムコットンの優しい肌触りとの軽さと、でいながらこういったところに、ね、透かし柄とかで袖もですね、あえて春物はちょっと長袖せずに、あの八分袖もうちょっとくるぶしが出るぐらいの丈になってますんで、まあ、今みたいにあえて T シャツ外に出してもらって、今日はあの山店長は中に定番の M&業界定番のレースのインナーを着てもらったんですけども、そこに重ねてもらってこんなに出してもらってもいいですし、で、まあ、もちろんこれ脱いでもらった足は一回ちょっと脱いでもらった感じ、こんな風にあの長袖のカットソーの上の中にね羽織っていただいて、こんな風に着ていただいても、まあ、これねよくあのこのレース透けるんじゃないのって言われるんですけど、まさにこんな生き方してもらうと100点っていう感じですよ。もう本当にねあのすごい素敵に着てもらって、そして今日山崎店長はカットソー、半袖カットソーですね、もうすでのこれあのちょっとうちで今日ね紹介あの商品の紹介してないんですけども、こういったカットソーを重ねてもらって、かなり涼しげに夏まで着れるような着こなしです。でですね、うん、この袖で肘が隠れるぐらいの T シャツの中に重ねていただいてもいいです。で、そこまでね、今日着ていただいていると、M&強行の無地の T シャツなんですけど、ちょっと、この、こんなの、こんなのがついてる。かわいいのが。刺繍。刺繍。だけじゃないんですよ。もうエヴァの話。だけどちょっと控えめに今日はベストに重ねて見えなくしちゃってるという感じ。これ素材もですね、結構目が細かい綺麗めな目なんですけど、なんですけど結構きちっとしたかなりハイネジのコットンの素材になってます。この袖はやっぱり便利です。ゴム袖で夏でもここまであった方がいいですね。そうなんです。肘がね隠れるとね、やっぱちょっとあの。でまたおしゃれに着こなしてもね、重ね着してもね、次に着こなししていただけるっていうのもあって、まあ、こんな風にね、インナーにいろんなアイテム、もちろんドレスとかでもいいですし、重ねていただいてもいいと思います。で、ノースリーブなんで、やっぱり上にボレロとかカーディガンとか、ワンピースはね、やっぱり今の時何がいいかというと、こういった生地の洋服でありながら、ニットと同じ生地を使ってるっていう、これですね、ニットとニットはね、あるんですよ。ニットと生地物がドッキングになったりコーディネートができるっていうのはこれもうヨーロッパでもないんで、まさに山の曲らしさと、でおまけにカーディガンを合わせながら帽子とかレギンスとか、今日ちょっと見ていただいて見ていただいて見ていただいてレギンスも合わせていただいて、ショールもちょっと合わせていただいて、あえて今日は小物も合わせることができるという優れもの。やっぱり、ね、なぜかというと、M&業界のジャガードグループは一番の M&業界の顔なんですよね、ということはちょっとアイテム数もたくさん作ってますんで、もうレギンスがね、これで春夏のレギンスって、まあ、今長さは長くあるんですけど、キュッと上に上げていただくと少しね春夏しか短くしてもいいし、裾もクシクシッとしてもらってもいいですし、もうこれね、春からずっと秋、9月、10月、11月まで履けるアイテムなんで、もうね、最高のコーディネートアイテムと言われる。そして、あ、そう、商品、これで商品紹介なんです、今日。はい。はい、じゃあレギンスから、はい、ご紹介いたします。こちらが、花ペイントジャガードニットレギンスです。はい。はい、サイズが1、2の2サイズです。お色味が、はい、じゃあ米田さん持ってくれたのはカーキです。はい、そうです。そちらのカーキ色のジャガードです。はい、もう2色、イエローとダークブルーの。はい、イエローはオレンジです。イエローですね。はい、で山崎さんが着用しているのがダークブルーです。です、はい、でお値段が23,100円です。はい、はい、こんな風にね、いろんなコーディネートできるように、色が全部合ってるんで、であえてこれね、全部色同じか合わせなくちゃいけないかって、別にそんなこともなくてですね、
ミックスになってるから無地と合わせちゃってもいいんですよ、こんな風に。もうだからこれ、あのこの山田局の、あの無地のラインで普通にちょっと配色が入ってる商品なんですけど、あったかな、こんな風な、ちょっと今日商品の品番紹介はネットでもしあれでしたら見ていただけるといいんですけど、こんな風にあのレギンス、無地を合わせて、で、あえてこんな風な関係と言いながらも入ってるんですよ、色が、うん、なぜか、なぜか入ってるんですよね、手間の色がいっぱい色入ってるからなぜかここに合わせて作ったみたいに見えちゃって、で、今日帽子はまたこれまたね、全然生地違う生地なんですけど、生地も違うし、色も違うのに合っちゃいますね、合っちゃってるんですよ。いや、なんでこれ、もう、もうなんか、シガーシリーズです、はい、3つでもシガーシリーズなんですけど、このジャガードはメインにして、その脇役、この中の配色だったり、また上もこの中の配色に入ってるような色だったりするんで、柄違い、色違いをあえてずらしちゃってもいいという、はい、とってもこれもシームレスで、とっても履きやすいものです。もうね、実はね、さっき、あの米田店長が全部一回合わせたんだけど、合わせすぎだよねって、あえてずらそうかって言ったら正解だから、こんな風にして普段皆さん面白い洋服といろいろ合わせていただけるっていうのがすごくね、山田洋服の面白さ。ただ今日山田店長ワンピースとショールとレギンスの合わせの合わせの技で、帽子もと思いきや色は合ってるんですけど、ちょっと一周山崎店長、お気に入りの、ね、ローゲージファッシーヤンとジャージのドッキングヘアバンド、はい、あの後ろにハギを持ってってもいいですし、前に前でずらして持ってっても、後ろに回してもいい、今もう、はい、もうあのちょっと髪絞ってしまってやってもらってもいいですし、はい、まあ、こんな風に着ていただける全く違うテキスタイルなんだけど、あ、合っちゃってます、合ってます、もうね、いや、もうね、確かに店長の、あのトップ店長2人、今日は200回記念集まっていただいて、確かにコーディネート、今のところを熟知してるんですけども、だけど、色を合わせたりするだけで、むしろ色をずらしちゃっても合わせることができるというところが、あの山田業務の面白さみたいな、そうなんですよ。あとね、ちょっと山田業務っていうところ、ちょっと可愛らしい色合いっていうものがあるんですけど、もっとエレガント系の洋服着られてる方でも、ちょっとアイテムに一人アイテム入れたりとか、インナーにちょっと入れたりするだけで、今までのエレガントと違う雰囲気が出せるんですよ。っていうのは、あのどちらかというとね、なんかパッと見ると、M&A も主役っぽく見えるでしょ。名脇役なんですよ。どんな洋服、もうね、あの百貨店と、すごい素敵な洋服、ブランドあるじゃないですか。有名なデザイナーブランドさんと、あっちゃうんですよ、M&A は。だから結構ね、うちのお店も、はい、結構あの有名ブランドさんで買ってて、そことコーディネートして、そこのお客さんがちょっと立ち寄って、あれ？いや、これ合うねって言ってね、あの合わせていただく人いるんですけど、まあ、そんな風にね、お持ちの洋服と合わせていただけると、ジャガードなんかも本当に楽しく着ていただけるんで、そうなんですよ。今日は、まあ、本当に今、小林さんさ、カーディガンの夕食ですけど、そうですね。カーディガン、同じように、このベージュ、そしてカーキー。こちらが花ペイントジャガード切り替えカーディガンです、はい、お色はもう本当にレギンスと一緒でイエロー、カーキ、ダークブルーの3色です、はい、お値段は 37,400 円です、はい、いいですね、ねえ、これいいですね、この赤を普通にシュッと着こなしてコーディネートしちゃうっていう、面白いですね、面白い、そのこんなシックな色合いと赤、はい、赤入ってますから、ね、本当に。で今回このワンピース何がいいかというと、結構きちっとかのダンガリーなんですけど、シャツに使うダンガリーよりも気持ちね、ちょっと柔らかくてしっかりめなんですよ、柔らかくてしっかりめっていう、でデニムよりはもちろんダンガリーも柔らかいんで、はい、でこれギャザーとふわっと膨らませるけど、お力が綺麗に出るんで、1枚で本当にスパッと1枚だけで着ていただける、はい、でもちろんみんなにね、ご提供していただければ、うん、例えば、あの5月今ぐらいの時期から、うん、夏にまでの、はい、夏にかけて薄手 の, あのカットソーがあったり、あとはもうみんなにベスト着ていただいたり、うん、もうスワロもそこも着ていただいて、はい、この秋になったら、切れますね、うん、朝のカットソーの上、うん、そして薄いニットの重ね着ということで、はい、うん、もうまたこれまた幅広いね、切れちゃって、これ
去年のニットとも合っちゃいますし、来年も絶対コーディネートできちゃうという、もう佐藤先生、ね、もうね、佐藤先生の実は昨日ちょっとある学校で話してに、佐藤先生の特徴って何ですかって言われて、質問があったんですよ。流行を追いかけないブランドなんですと。流行はちゃんと見てるけど、その流行の中でどんなものとも合わせすることができる流行を追いかけないブランド、まあ、それがね、私たちのこだわりなんですよ、ね、ぜひそんなことでちょっと M&A 教皇いろんなコーディネートで、ね、楽しんでいただければと思います。佐藤先生の商品はお近くの百貨店、百貨店直営ショップ、またお近くのセレクトショップでお求めになります。もし近くにお店がない方は佐藤繊維のクロスイットオフという佐藤繊維のネットサイトで、ご覧になれますので、よかったらご覧になってみてください。まあ、せっかく200周年記念ということで、もしチャンネル登録されてない方がいらしたら、ぜひ佐藤繊維にチャンネル登録よろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。いや、今日もどうもありがとうございました。これからもまた佐藤繊維よろしくお願いします。今回ですね、200回記念ということで、ギアクロスタリーイベントを開催したいと思います。もう大ヒットの大ヒットを合わせちゃって、これっていう1日に入ってるんです。もう